ニース駅はフランスの南東部の都市ニースにあるフランス国鉄の鉄道駅である。正式な駅名はニースビル駅という1867年開業。当初は郊外に作られたが現在では都市が拡張したため中心部とつながっている。マルセイユより高速新線の建設が計画されている。駅構造は通過型の構造となっており四面七線の プラットフォームを覆うトレインシェットがかけられている。駅の北半分は、車両基地で真上を高架道路が通っている。トラムの停留場は200メートルほど離れている。また、プロバンス鉄道は当駅ではなく、400メートルほど北に、ある、プロバンス鉄道駅から発着する。ニースビル駅は東西に走る、マルセイユベンティミーリア線と、北東方向へ向かう単土線の分岐駅である。 パリリヨン駅とは、TGV や夜行列車、コライユルネアで結ばれている。リール、ストラスブールなど、フランス各地へも直通する TGV があり、また、ボルドーとの間には、在来線の優等列車コライユテオズが運行されている。この他ミラノ及びモスクワ行の国際夜行列車や、フランス各地への夜行列車がある。プロバンスアルプコートダジュール地域圏内の各地とは、 テルの列車により結ばれている。ありがとうございます。